広坂正美は、日本のラジコン操縦者、開発者、京都府出身。国際模型自動車連盟主催の世界選手権にて、過去14回の優勝を誇り、ラジコン界のレジェンドの一人として知られる。バイクレース好きの父親の影響を受け、5歳の時にラジコンを始める。16歳で全日本選手権のタイトルを初獲得。以後世界選手権14回。 全日本選手権53回の優勝を飾り、日本におけるラジコン界の第一人者として知られるようになる。特に世界選手権では、1987年の初、優勝以来、18年にわたりチャンピオンの座を守り通していた。本人によれば、中野浩一の世界選手権10連覇を意識して、それと同等になれば、誰にでも認められるとの思いがあったという。 2009年に引退を表明し、プレイヤーとしては競技の一戦から退く。以後は2019年9月まで、ラジコンメーカー横物社員として社業に関わる。一方で、ラジコン関連の競技団体の役員を複数、務めるなど、ラジコン競技の進行に関わっている。2013年、フジテレビ系で放送されていた番組、ホコタテにて、対決内容がやらせであることを告発した。 父親の広坂正明もモータースポーツラジコン関係者で過去には鈴鹿サーキットを拠点にライダーとして活動していた。また一時はチーム横ものマネージャーを務め正美らを支えていた。ラジコンもプロ裸足の腕を持つことで知られる元プロ野球選手の山本正と親交があり、山本もシーズンオフの際など時間ができると広坂の元を訪れ指導を仰いでいた。 山本曰く、広坂には、世界を相手に戦ってきた人だけが醸し出すオーラがあるという、ありがとうございます。